意していこうね。怪我しないよう慎重に。まだまだ油断は禁物だよ。絶対逃がさないよ。隠れても無駄なんだから。あっちに敵発見。はう、やっぱりお祭りは盛り上がってこそだよ。はう、眠っちゃダメ、起きて戦わなきゃ。やー、当たって。こんなのあるけど食べる？少し腹ごしらえでも。ごめんね。もうここでやるしかないんだ。これで決まったかな、かな。ここでやられるわけには。うわー、防ぎきれない。うん、いい感じだよ。ごめんね、やられすぎたかも。ここから巻き返しだね。ひなみ沢に来てからね、カレンダーをめくるのが楽しくなったの。肌や匂い、音で四季を感じられるってすっごく楽しいことだと思わない？ひなみ沢はね、とってもいいところなの。この村のことたくさん知って好きになってくれると嬉しいな。かずほちゃんはレナたちと話すとき、ほんの少しだけ視線をそらしちゃうの。多分無意識でやっているんだと思うんだけど。テレ屋さんなのかな。ひなみ沢で夏祭りとくればやっぱり綿流し。古出神社にはいっぱい屋台が並んで、村の外からもたくさんの人たちが訪れるから、すっごく大盛り上がりになるんだよ。期待に応えられるように努力しなくっちゃ。これでもっとみんなの役に立てるね。今日はどのあたりに行く予定かな。かな、この前古出神社の倉庫のお掃除を手伝ってリカちゃんからお礼にってもらったものなんだ。はあ、でも何に使ったらいいのかな。このみんながレナのためにごちそうを作ってくれるって張り切ってるんだけど、レナはできれば見ているよりも一緒に何かを作る方が嬉しいし楽しいかな、かな。どんな発見があるのか楽しみだね。いい感じだったんじゃないかな、かな。運動の後のご飯が楽しみです。ぼーっとしてたら大変なことに。なんとかやり過ごせたよ。今日は割とあったかいね。はあ、やっぱり敵が隠れてた。敵の姿はあそこだね。これで大丈夫？そう、よかった。声が聞こえる。まだ私はやれるはず。見えた。えい、逃がさない。ドーン。落ち着いて戦えばきっと大丈夫。私に勇気を、そして力を、希望への道を私が切り開く。やられちゃった。キャッ。もう足元には気をつけないとね。ああ、滑りそう。はあ、あったまるね。みんなと過ごす時間って、こんなに楽しいんだね。夏の思い出って、具体的には何のことを言うのかな。私の場合は、スイカ割りとか？昭和の夏って結構涼しいよね。だとしたら、平成の次の時代は、もっと暑くなるってことなのかな。あったかいせいかな。なんだかちょっと眠くなってきちゃった。でもみゆきちゃんもなおちゃんもいるし、ちょっとくらいいいよね。みんなに喜んでもらえるように、ちょっとは自信持ってもいいのかな。頑張ります。おう、これあげるね。一緒に夏のひなみ沢を楽しもう。ありがとう。嬉しいな、こんな風にお祝いしてもらえて。お散歩がてら行ってきます。帰ってきたばかりだけど、お外綺麗だったからまた散歩行かない？